最近なんですけど、この70-200のレンズを使う機会がめっちゃ増えてきたんですよ。で、今回ちょっとこう改めてなんですけど、最近購入したこの 70-200G レンズ F4 なんですけど、これの良さをね、もう徹底的にちょっと改めて撮影使って見つけてきましたので、こちらについて僕が結構ね望遠系取り上げることは珍しいんですが、よかったらこちらね、まあ望遠好きの方もいると思うし、70-200やった動画でも全然使えるぜっていうことで、まあ気になる方もいると思うので、よかったらこちら最後までご覧ください。よろしくお願いします。どうも、ミリオネアのウェディです。僕たち映像制作と音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、まあ、今回はなんですけど、そうなんです。紹介したいのがこちら、FE7200mmF4MacroGOSS2 ですね。こちら 224,730 円のレンズなんですが、レビュー自体というか、まあ、買ってね、まあ、こんなスペックだよ的なのは別の動画で上げてるので、そっちを見てほしいんですが、今回はちょっと実際にこれで撮ってきた素材を見ながら、僕が特に気に入ってる点を上げながらね、皆さんにこの G レンズ、しかもね、やっぱね、これ動画で使える、動画で使えてめっちゃいいっていうところをね、まあ特にアピールしていこうかなと思っております。最近ね、なんかめっちゃ持ち歩く機会増えたんですよね。もともとは結構、まあ例えば YouTube のこのね、サムネ撮る時とかにハーフマクロで寄れるから、たまにねサムネで使うぐらいのねポジションやったんですが、最近ライブ撮影が結構多くて、まあそういった機会の中でもかなりね使用頻度が増えてきたこのレンズになるんですが、改めて使ってやっぱりめちゃくちゃいいなって思ったんで、今日はそこをねお話していきたいと思います。で、まあ簡単に、超簡単になんですが、一応レンズ内手ブレ補正が入ってて 840g なんで、まあ70-200にしてはかなり軽い方ですね。こういったレンズもっと重いの全然あるんですが、まあまあまあ 50mm の F1.2GM よりもちょい重いぐらいの感じになるんで、僕としてはまあ全く問題なく使えてるって感じです。もちろん写真でも使えるんですが、特に今回これ動画でめっちゃ使えるなって思ったので、その辺についてね、まあしっかり話していくわけでございます。で、最近はね手持ちでも使ってます。あんまりやっぱね、これ筒はね結構伸びちゃうんで、ジンバル運用するっていうよりは手持ちでね FX3 につけて、まあ、撮影することが多いんですが、ここでまあ気になった方も多いと思います。70-200手持ちでいけるって、それがいけるから今回のこの話でございます。なので、こっから具体的に素材を見ながら、僕の気に入ったポイントと愛してやまないポイントをね、このレンズと共に見ていこうと思っております。はい、気に入ってるポイントその1でございます。思ってたよりも手ブレ補正バリ効きます。レンズは望遠側になるとどんどんね手ブレがひどくなっていくのが一般的なんですが、やっぱり多分 G レンズとかっていうのも相まって、やっぱ G レンズはソニーのね、まあ純正品のレンズになるからこそ、ソニーカメラとね相性がいいんですよ。だからこそ、まあものすごい手ブレがねしっかり効いてくれるから、とても70-200で撮ってる感じがしないぐらいいいんです。なんで実際この素材見てほしいんですが、これね70-200で撮ってるんですよ。手持ちっすよ、すごくないですか。これぐらい、まあ言ったら全然手ブレ抑えながら撮ることができるっていうのがこのレンズの魅力になりますね。まあやっぱりね、バタバタ走り回る現場であんまり重いレンズずっとつけてるとしんどいじゃないですか。まあしんどい言うてる場合でもないんやけど、まあそれでもね、このレンズやったら全然ね、まあ身軽に持ち運ぶことができて、で手ブレも効いてくれるから、パッパッとね本当にね欲しい瞬間、特にやっぱ70-200で抜く時っていうのは、近くに寄られへんけどちょっとズームでね、もうこの瞬間切り取りたいみたいなところをしっかり抜いていくのがね、すごい本筋やと思うんで、そういう意味でもね、すごいこの、なんでやろ、全体的なバランスがすごい整ってるレンズやなっていうのが、まず第一思った印象ですね。で、二つ目ですね。まあ今話してたところと結構重複する部分あるんですが、意外と軽く感じるんで、まあライブ撮影とかしてても全然苦じゃないっていうところですね。まあ例えばこれ 200mm で望遠で抜いてるんですが、こんなんもね、今これ手持ちで撮ってるんですよ。すごくないですか？手持ちでこのクオリティで撮れるって、結構遠いとこから撮ってるんですよ。で、このクオリティで撮れるってのすごいなと思います。この作例で見る、まあライブ会場って3階席まであって、結構ね、まあ大きな、まあ会場にはなるんですよ。そういった時に、まあやっぱりパッパッパッと瞬時にね、もういろんなとこ行って撮らなあかんってなった時に、やっぱりこの70-200つけて撮りたいじゃないですか。3階席からとかやったら望遠でバーンって抜きたいとかあるんですけど、まあそういうのも、まあこのね、レンズやったら結構軽く感じるから苦に感じない。例えば他にもう一個別のね、まあ何でもいいや、広角系のカメラをぶら下げ
げてたりとか、まあ、ジンバル持ってたとしても片手で全然持てる範囲になるから、まあ、この7200ね、結構僕の中で今マストで、まあ、もう一人知り合い一緒にねこのライブ撮ってくれてたんですけど、その人も今一番欲しいレンズがこの7200の、まあ、F4G らしくてですね、まあ、実際まだ F4 っていうところが気になる方もいると思うんですが、まあ、こんなんねライブとかに関しては別にもう F4 以上で基本的には撮るので僕の中では問題なくて、もちろん GM やったらあれね F2.8 であってすごいいいレンズなんですが、やっぱ重さとかを多少少なからず気にするってなってきた場合はこのね F4G の軽い方をね使うのが個人的におすすめです。ズームはね伸びちゃうんですけど、それでも別に圧にあんまり感じないんですよね。自分の中でこ うわしんどいなって思ったりもしないんで、その辺はすごいいいかなと思ってます。で、気に入ってるポイント3、3つ目になるんですけれども、AF がね、ちゃんと思ってたよりも効くんですね。やっぱこれも、言わずもがな G レンズっていうところのクオリティにね、まあやっぱ由来するところやと思うんですが、オートフォーカスがね、めっちゃちゃんと効いてくれるから、なんかやっぱこう、望遠鏡ってね、ちょいたまに外すなみたいなイメージあったんですが、このね、G レンズに関してはちゃんとね、瞳オートフォーカス捉えてくれて、しっかりとね、被写体を追いかけることができるので、まあやっぱり望遠で撮る時っていうのは、例えばライブの撮影とかでもそうやけど、マニュアルフォーカスでもうピッチリ追いかけてる時間あんまなかったりするじゃないですか。もうとりあえずオートフォーカスでパッとその瞬間の素材を抜かないとあかん。例えばやけど、めちゃくちゃいい MC 話してる時とか、まあそれをね表情ちょっと後ろからこう寄りで撮りたいみたいな時とかもね、まあこんな感じで今見てもらってると思うんですが、やっぱりねオートフォーカスがちゃんと優秀やと、まあねこういう風にしっかりと被写体をね抜きながら喋りを撮ることができる。実際問題これ後ろから、まあ、撮ってるんですが、これもねオートフォーカスで撮ってるんで、まあ、そういう意味でもすっげえ優秀なオートフォーカス精度やなと思います。これも結構離れて撮ってるんですが、まあ、こういった面でも、まあ、即座に本当にいい瞬間を収めたいかつ望遠でっていう時にはこのレンズ僕結構重宝するなと今感じてる次第でございます。であとはやっぱりね解像度高いなっていうのは個人的に思いました。すごいこう繊細な部分であったりとかもしっかり捉えてくれるから、この後、まあ、お話しするボケの部分とかにもなってくるんですが、まあ解像度がしっかりしてるから、やっぱりね本当に望遠で抜く時ってちゃんと被写体を捉えて、そのくっきりと何をしっかり伝えたいかみたいな映像に残したいじゃないですか。ってなってきた時にやっぱ解像度が高いっていうのはすごいありがたいんですね。これがだからそれこそ例えば R5 の高画素機とかやったらよりいいと思うんですが、僕の場合は FX3 でこれをつけて動画で使っても全然解像度高いなっていう印象にはなるので、なのでやっぱりこの辺もね、まあ、G っていう名前がついてるだけあって、まあ、かなり20万では安いなって感じる部分が個人的な、まあ、感想にはなってきます。で、気に入ってるポイント4、こちら最後になるんですが、ボケ感が美しいので創作意欲が湧くっていうところですね。まあまずこちら見てほしいんですけども、これねちゃんとねスマホ抜いてその後ろ、スマホとボケ感の分離がめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。どうですかこの分離感を。すごいねやっぱ表現できて、なんかディティールがあんま曖昧になってないっていうところが個人的にはすごく嬉しいポイントです。しっかりバコーンと抜いて、結局これで F4 なんですよ。なんで実際まだ F4 で十分なんですよね、こういう望遠レンズって。だからこそこの被写体というか、まあ例えば今回言ったこのスマホと背景をしっかりと切り分けた状態で、かつ圧縮効果も相まって映像に迫力が出てくれるのがこのレンズの僕の中のすごい嬉しいポイントやなと思います。あとはこんな感じでちょっとね独特な表現、まあ、ボケ感もすごい綺麗に出てくれるし、ピントも優秀、手ブレも効くからこそ手持ちでちょっと独特な想像意欲が湧くような、そういったまあボケ感とかを使いながらのねインサートみたいなにも結構使えるなと思ってて、最近ねかなりねこれね僕カメラバッグに入れて持ち歩いてるっていうのが、まあ最近の僕の中のトレンドでございますね。なのでまさかのここに行ってめちゃくちゃ使う頻度が増えたっていうのがこの7200の F4G のレンズでございます。はい。で、まあね、まあデメリット的なところというか、まあちょっと自分の中でうんって思うところもあるっちゃあるんですが、やっぱまあ筒かな、筒が結構伸びる、200側でまあ結構伸びるのは、まあ表だより伸びるなーみたいな感じですね。まあただ重さはもちろん変わるわけじゃないからそんなに圧にはならんけど、
まあ別に200、まあ伸びるもんはこれぐらい伸びるかって思いながら割り切ってね、やってるんですが、やっぱここのね、筒の伸びが気になる人は GM とかをね、まあその辺に行った方がいいかなとは思うんですが、僕はね、やっぱ軽さとか携帯性重視って、まあ最近は特に自分の中ですごい大事にするところやから、まあここを差し引いてもやっぱりこの F4G のレンズをね、持っとくのが一番いいなと個人的に感じてる次第でございます。で、まあ総合的にとにかく手持ちでバン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 撮りたくなれる望遠レンズってなかなか珍しいと思うんですよ。特に動画でね。なんで動画をまあ撮ってる方で新しい表現とかちょっと面白い表現したいよっていう方はもちろん 50mm、85mm とかも面白いんですけど、この 70、200mm とか新しいこう世界観をね、ぜひ体感していただけるといいかなと思います。個人的にはね、本当に気に入ってます、このレンズ。なんかやっぱこう20万払ったから最近こうサムネとか撮るぐらいでちょっと使用頻度少ないなって思ってたんですが、まあライブ撮影以外でも全然使えるとこあるじゃないかっていうので、ちょっと僕がね、なんやろ、買ったものの変な食わず嫌いしてたなっていう印象があるので、こっからバンバン使いながらね、またこのレンズもね、まあいろんなコンテンツとして出していこうかなと思ってますので、ぜひね、まあ興味深く見ていただけると嬉しいと思っております。はい、というわけで今回は 70-200mmF4G について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。改めてこのレンズを使って、まあやっぱり G レンズって最高だなと思いましたよね。こんな軽くで取り付けれて、動画手ぶれ聞いて撮れてっていうので、まあ自分の中でね、もう文句なしでございますので、もしよかったらね、このレンズ興味ある方、まあいろいろね、コメントでも教えていただけたら嬉しいです。というわけで、ミリオネームの映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということで、めっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなと思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。